学生じゃ実習で1ヶ月住んでたんですよ。めっちゃいい子じゃん。後にカーンが乗ることにもなるんですけど、はい、そのさあ始まりました、のびたびチャンネル。この番組はお酒とおつまみを楽しむ飲み旅から、その街を知るをテーマに、うん、僕ら飲み旅案内人が、うん、その街の魅力や飲み旅の楽しみ方をお酒と旅から深掘りしていく番組です。はい、そんな番組で案内人をさせていただきます。エンジンの中林トイです。皆さんお久しぶりです。東海の夢丸です。皆さん魚食べてますか？ハニヤのカナダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや久しぶりですね、この3人で揃うの。箱根以来、箱根以来ですね。最初の箱根以来で、だからもうあれめちゃくちゃ暑い時期だったんで、もうそうだね、そうですよね、半年以上経ってますよ ね。うわ、でもやっぱりこの3人が集まるともうすごくいい秋晴れよ今日は。確かに、本当そうですね。前も箱根もピーカンでしたもんね。そう雲一つない、やっぱ晴れ男3人が集まったから、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。皆さんね、ぜひこう1話、僕ら3人でやってるので、はい、1話から見直していただけたらね、はい、ありがたいです。そうなんですよ。酔ってますよね。大丈夫ですか？さん大丈夫ですか？何が元気ですか？はい、一人だけ2軒目なんですよ。テンション感が私ですね、はいはいはい、ちょっと楽しみすぎて今回が、はい、ちょっと前夜祭をちょっとやってたんですよ。お前夜祭。そしたらもうほんと樽ごといきまして、飲みすぎました。はい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 、ほう、年末放送の回なんです。はいはい、だから3人に揃ってもらいました。やったスペシャルだ。会いたかったよ。いやほんと会いたかったよ。会いたかったですね。元気でしたか？もう中ちゃんとは一回、うん、そうなんですよ。僕がやってるブランドのポップアップに中ちゃん並んでくれて、ちょっと何来てくれて、そういうのやるって言ってよ。俺も呼んでよ。いやほんあでも実はこれ、うん、カナダさんの分も借りました。どういうこと、どういうこと？後で渡します。あそうなの？マジで？これね、僕今実はこれ中に来てるんですけど、僕のブランドのやつですね。 T シャツ買ってきてくれたの？そうなんですよ。何そのサプライズ。色違いでめっちゃ嬉しい。よくできる子やな。できる子だわ、なかちゃんは。いやいや、じゃあ久々に再会を願いまして、願いましてっていうか再会を嬉しいんで、嬉しいんで、はい、祝って乾杯。乾杯。おお、最高ですね。来ますねこれは。今回もこの3人でお送りしていくんですけども、はい、今回僕たちがやってきたのは、うん、静岡県掛川市にやってきました。よっしゃ、はい、来たことある？いや僕実は、うん、学生じゃ実習で1ヶ月住んでたんですよ。ほんとすぐ近くのアパートに。実習っていうのは何の実習？医療系の実習で病院に実習行ってたんですよ。公務員って、はい、あんまり掛川で飲むってことないよね。そうないでしょ。いや僕も静岡には来たことあるんですけど、掛川のこう
街にこう地に足つけたのは初めて駅から降りたのがないってことね。そうね、掛川城とかね有名で、ですけど、ね、それ以外で確かに飲み屋さんとか夜飲ましていただいたってことないかな、うん、あ、じゃあ掛川のお酒もまだ飲んだことはないっていう感じですか。お酒ってまだやめときましょうか。今いやいや、こうもう楽しみすぎて今こうふつふつと湧いてくるものがあって、自分の中で。あ、よかった、うん、でもこの素敵なね駅で。そうですよね。そうなんですよ、木造で、ね、これ実は、うん、この掛川市っていうのが、うん、木の文化の町づくりっていうのを、うん、進めてる町みたいで。なるほどね。そうなんですよ。だからこの木のこのこれすごい気になってたのよ。あ、そうなんですよ。一通禁止ね、うん、はい、あの一通禁止じゃなくてあの通行通行、ね、通れないよってやつですよね。ね、とにかく禁止なやつ禁止なやつが置いてありますよね。禁止なやつも木になってるし。そうなんですよ、うん、なるほどね。あ、だからなんだ。そうなんですよ。この駅のやつも木造っていうのが、うん、これ全国の新幹線駅で、うん、唯一掛川駅だけなんです。そうなんだ。そうなんですよ。すごいね。でもやっぱりこの、うん、なんて言うんだろう、哀愁があるというか、はい、なんかぬくもりがありますよね。ぬくもりがある、うん、歴史感じますねなんか みんなでフォローし合ってる感じありますね。なんかあの箱根ぶりだから3人俺も含めてなんかふわふわしちゃってますよ。ごめんね掛川ちょっと楽しみだな俺今回。いや、そうですよね。掛川結構その美味しいお酒とかもあるみたいで、その掛川市初のクラフトビールとか、あとマッコリとか。うわ、え、マッコリがマジで有名なの。行っちゃうね。あるみたいなんで楽しいしかない。マッコリにビール入れるモッコリって知ってる？え、知らない。何ですかそれ。めちゃくちゃ美味しいから、ただ飲みすぎてもうベロベロになるからちょっと楽しみだよ。しょうがない。今日はそうですね。じゃあ今回はこの3人で、うん、静岡のご当地グルメと、はい、掛川市のお酒を存分に楽しんでいこうかなと思います、はい、ということで早速飲み旅に行きましょう、はい、今日も飲んでいくぞ。乾杯乾杯。おお、今日はマジでもうこのお店が素敵じゃないですか。いやー、店内がめちゃめちゃおしゃれ。映えてる、うん、映えてますね。映えだし、すごいおしゃれなレンガとドライフラワーとかね、うんうん、すごいおしゃれですよ。そうなんですよ。今回このお店ではですね、はい、掛川市初のクラフトビール、はい、掛川ビールを味わうためにここバケツ冷屋&コーナーさんにやってきました、はい、ありがとうございます。バケツビールこれ。そうなんですよ。ここから出せるってことですよ ね。ここその掛川ビール醸造所の、うん、掛川ファームブルーイングっていうところの、うん、あの直営のクラフトビール専門店なんですよ、わーすごい。直で直営です。でここから出てくるわけだ。これおっしゃる。そうなんですよ。掛川ファームブルーイング代表の杉浦達美です。うちでは月に8種類から10種類ぐらいの、ビールを作ってます。基本的には地場のものを使ったビール作りに取り込んでるので、掛川のお茶ですとかフルーツ、時期に合ったものを取り入れて作ります。ぜひ掛川のビールを味わってみてください。しかもなんかゆめちゃんにゆかりがあったんだよ ね。 ね、僕が最初オープニング行った実習で1ヶ月いたって時に、違うまた違う店舗なんですけど、うん、系列店のところで僕ずっと毎週通ってたところで、うん、そこと同じ人 でしかも6年ぶりに再会したんですよ、うん、すごい。その時に一緒にこうやって飲んでて、飲みましたもんね。もうひたすらビールをガンガン飲んでた、またゆめちゃんも飲むけど飲みそうだもんね。マスターも確かにマスターもすごい飲まれそうな感じの、やっぱ6年ぶりに会うと第一声が、うん、太ったねっていう、ね、あどうもっていう、ね、いやそれはもうやっぱりあんだけ飲んで食べてますからね。もうそれは太りますよ、うん、いやでもちょっと楽しみだな。めっちゃおしゃれだし、めちゃめちゃ楽しみですね。ちょっとワクワクしちゃう、ね、なんか頼みますか。クラフトビールと、ね、クラフトビールはやっぱり来たよ ね。この上3つが掛川ビール。掛川ビール、いや掛川行きたいね。うわお、え、ほうじ茶、うわ
あ、そうか、お茶ね、有名ですから。え、よいよいセゾン、よいよい、まあ、セゾンは季節だからね。え、梨ホワイト、梨も有名なんですかね。なんか結構フルーツが、確かに確かに気候的にすごい育てやすいみたいですね。そっかそっか、うわーこれ美味しそう。どうする、どうする、どうしますか、ドラフトしてみます。ちょっとやってみる、うん、じゃあ一斉飲んで行きたいやつ番号を言うって感じで、はい、じゃあ行きますよ、はい、せーの、3、おわー、俺2、あ、2ですか、じゃあかぶっちゃいましたね、じゃあ僕1いきます。え、めっちゃいい子じゃん。なんかあの先輩が悪く見えちゃう。そうそうそう。こういう作戦です。めちゃくちゃ縦社会だったんだこの番組の前。作戦です。かぶったら下が折れる。そう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 。下がすぐ折れる。じゃあ僕ナシホワイトもらいますね。はい、じゃあどうぞ言ってください。あ、じゃあそれで僕ヨイヨイセゾンを、はい、いかしていただきます。じゃあヨイヨイセゾン一つと掛川さんほうじ茶エール一つとナシホワイト一つください。はい、うわ、これなんかサイズも選べるんですかね。あ、選べる。いやでも俺はいろんな味楽しみたいからちっちゃいやつにしようかな。ちょっとちっちゃめのやつで。じゃあ僕一番大きいのください。うわ。あとこの番組では何度も言ってますけど、ツー&フーちゃんなんで。あ、で確かに私もツー&フーちゃん疑惑出てる。そうね。でもまあまあ、ね、久々の再会もあったんで。しかもクラフトビールでね、掛川さんですから行きましょう。行きましょう。これは行っちゃっていいですよ。なんか食べ物食べる。食べ物食べますか。めっちゃ美味しそう食べ物。ね。うわ。めっちゃうまそうだけど、あ、なにこれ、な、あ、なんかダーティーフライ、ポーランドの名物店ラードのフライドポテト、ポーランド、え、じゃあもうこれ、しかも味付けとビールに合うって書いてますね、最高です、え、じゃあもうこれ絶対頼んだ方がいいじゃん、いいね、じゃあダーティーフライお願いします、お願いします、お願いします。いやめっちゃ映えよこれ、だってこれすごいなんか開運って書いてあってね、入ってきて店、嬉しいね、これ近所の若い子たちの集まる場所になってそうですよね、うん、本当ちゃんとおしゃれ、お茶飲み、いや素晴らしい、みんなの飲んで写真撮るでこれ、はい、そこにマークあるね、そう、これが多分あの掛川ビールさんのこのマークね、多分これがそういうことか、ハンドサインみたいな感じで、クラフトビールをここにこうやってね、なるほど、ちょっと3人でやってく、来ました、イエーイ、来ました、素敵ね、いい色合いしてます ね、 ね、本当に全然違いますね、やっぱいいね、このでかいね、いいですね、すごいガツンってくる量ですよ、クラフトビールだったちょっと行っちゃいますか、久々に3人で乾杯しちゃいましょう、このビールだ、お久しぶり、乾杯、なみなみ入ってる、すごいすごい、あおお、すごい、ほうじ茶めっちゃめっちゃあのいいビールのクラウトビールの最後にほうじ茶がふわーっと香る、うわすごいいいアクセント、うわこれなんかちょっとみかん、みかんオレンジっぽい香りがスーって、入ってきますね、じゃあほんとフルーティーな、あ、本当はオレンジ、オレンジですよね、やっぱりみかんやオレンジのような、へえー、そうなんだ、うわ美味しい、ナシホワイト、うん、もうこれ6杯ぐらいいけます、うわスカスカ入ってきちゃうぐらい、これやばいね、飲みやすい、じゃあホワイトビールなんで、うん、しっかりとちょっと苦味がやっぱり、うんうん、まあ ないというか、うんうん、あんまり感じないですけど、しっかりと味わいは深いんで、これはうまいですよ、これスルスルいっちゃうよ本当に揚げ物と合う感じします、うわ最高、これはで今からポテト来るから、ダーティーフライいきますから、え、クラフトビールとビールって何が違う、漠然とクラフトビールっておしゃれだなぁくらいじゃないですか、おしゃれビール的なね、なんかビールの元々あって、それに香りつけたものがクラフトビールとかなんですか、あ、そういうこと、あ、まあそのさっきオレンジとかほうじ茶とかってそうなるほどになるんですかね、でも諸説あるらしいんですけど、はい、規模感、規模感、はぁはぁはぁ、地元とかで、うん、
限られた数で作ってるものをクラフトビール。なるほどね。ちっちゃくそのいわゆる大手でもそういうの作られてるので、ね、多いですよね。言えなくなってきて、なるほどね。じゃあもうクラフトの概念が変わりつつある、うん、なるほど。確かにね。いやでも確か東京めっちゃ増えてるもんね、クラフト、ね、多いですね、お店、うん、どの町にも 2,3 店舗は絶対ありますよね。で、だいたい外国の方いらっしゃる、うん、います。あ、はい、そのイメージあるかもしれないですね。そう、なんか海外の海苔に、ね、うんうん、あのなんていうの、パブっていう、うん、あービールパブっていう、アイリッシュパブみたいな、そうそうそう、うん、ああいうのもね、美味しいの。いやこれはいいわ。天気もいいしね。うん、これもなんかちょっとこれなんか確かちょっと向こうで見たんですけど、うん、お持ち帰りっていうか、うん、入れてもらえるみたいな。うわ最高じゃん。のもやってて、これ家に持って帰っていい、ね、ベランダとかでこう自分でついでやるっていうのも贅沢っすよ。贅沢。しかもめっちゃいい匂いしてきた。ね、やばい、ね。確かに。めちゃめちゃ。これビール合うよ。バターというかこの香ばしい香りが。ね、確かに。最近飲んでた？最近飲みに行くことは減りましたけど、あの家で焼酎にハマって、僕その旅行先で飲んだやつにハマっちゃって、そこからなんかいろいろ買って家でソーダ割り作ったりして飲んだりして。何焼酎？芋ですね。芋だ。芋か。芋だったら私は関戸場というあのお酒があるんですけど、はい、芋焼酎。これは大好きです。名前もいいじゃん。かっこいいですね。もともと三国志に出てくる ね、力が乗ってた最強の馬、うん、まあ、後に関羽が乗ることにもなるんですけど、はい、その関戸馬、関戸馬、そう、はい、あの大地を蹴ったらもう空まで飛んだっていうぐらいの、ね、その関戸馬、赤い馬ね、はい、関戸馬、これ前呂布も乗ってたんですけど、まあ、関羽がその後乗ることになるんですけど、うんうん、呂布っていうのはあの槍こうやって折っちゃうやつですよね。そう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 、はい、もう呂布はね、ぜひ皆さん呂布気になったら調べてください、はい。授業ですか、歴史のビールなんですよ、ね、しかもずっと浅い歴史の呂布と関羽が、そうね。完全食です、うん、完全食。これを食っとけばそう、飲み旅ツイッターで皆さんへの質問を募集したんです。やっべえと思ってこれから長かったと思って。いやだからなんて言うんだろうね、かわいいって番組チームで動いてるんですよ。絶対にこの先にまた出会う。今年もありがとうございました。ありがとうございました。飲み旅チャンネルを来年もよろしくお願いします。